リトミシュル城は、チェコのリトミシュルにある城である。ユネスコの世界遺産に登録されている。リトミシュル城は、領主、ペルンシュテーンケ・ブラティスラフにより1568年から14年の歳月をかけて建設された。領主はスペインから嫁いだ日、ララのために、当時ボヘミアでは見られない優雅で明るい、ルネサンス様式の城を建築した。城壁は、 スグラフィートという技法で描かれた壁画で全面、覆われており、その数発千、同じ模様は一つもないと言われている。中庭にある壁画は、聖書から出典の物語が描かれ、出色の出来栄えとして有名。城内には、城主が客人をもてなすために作ったバロック劇場がある。このバロック様式の劇場は、 現在、世界に数箇所しか残っていない貴重な文化遺産である。城内にあるビール醸造所で、チェコの国民音楽家、ベドルジハ・スメタナが生まれた。スメタナは幼い頃から天才ぶりを発揮し、城内でピアノやバイオリンの演奏を披露していた。1949年から毎年6月、リトミシュル城主会場に、スメタナ国際オペラフェスティバルが開催され、大統領や、 首相も鑑賞に訪れる。1994年には中央7カ国の国家元首が集い、中央サミットがリトミシュル城で開催された。1995年にはスペイン国王夫妻がララ姫の嫁いだリトミシュル城を訪問した。1999年ユネスコの世界遺産に登録された。ありがとうございます。